平成28年7月30日、阿蘇市一宮町宮地の門前町商店街で門前祭が行われ、多くの人たちが訪れてにぎわいました。門前祭は、これまで中町商店街が開催してきた金曜夜市を4年前から呼び方を門前祭に変えて開催。今年からは一般社団法人阿蘇門前町商店街振興協会が開催したものです。ステージではバッテンジョージさんの司会でカラオケ大会やにわかなどがあり、観客の笑いを誘っていました。会場にはたこ焼きや生ビール、焼肉など地元商店街の人たちによる露店が並び、家族連れなど大勢の市民や観光客たちが訪れて食べたり飲んだりしていました。最後に門前祭恒例となっているテレビや旅行券、ガソリン1000リットル、軽トラックなど豪華商品が当たるナンバーズ抽選会があり、当選番号が告げられ豪華商品が当たると大喜びで商品を受け取っていました。特賞の軽トラックは地元の主婦に当たり、主催者から軽トラックのゴールドキーが手渡されると、軽トラックは農業に使いますと満面の笑顔で答えていました。